ある日、バージニア州で、里親ボランティアをするデビーさんのもとに、一匹の猫に関する電話がかかってきました。連絡をくれたのはデビーさんの同僚でした。自宅付近にやってくる猫に餌をやり続けていて、飼い主がいないようなので、助けてあげられないかとの相談でした。猫はもともと、同僚の近くの家に住んでいたのですが、その猫の飼い主は、家を売って引っ越したそうです。猫は連れて行ってもらえず、野良猫となり、食べ物を求めて近所の家を渡り歩いているのでした。寒い冬を前に、デビーさんの同僚は猫を家の中に入れてあげました。しかし同僚の夫は猫アレルギーを持っているため、同じ部屋で過ごすことはできません。ガレージに仮の小屋を作って餌を与えていましたが、もっと良い環境で暮らせるよう、デビーさんに助けを求めたのです。デビーさんは心よく承諾しました。デビーさんの家にやってきた猫は、すぐに新しい環境に慣れて、膝の上でくつろげることに幸せを感じるようになりました。バレンタインが近い時期に保護されたので、バレンティーノと名付けられました。バレンティーノは、再び一人ぼっちにはなりたくなかったようで、いつもデビーさんのそばに寄り添っていたそうです。路上生活が長かったため、上気道感染症を患い、全身の毛は絡まっていました。デビーさんはバレンティーノの健康状態のチェックと、予防接種、そして手入れをしてもらうために、動物病院へと向かいました。動物病院では、バレンティーノは、およそ2から3歳であることが分かりました。絡まった毛を切ってもらい、猫風邪を治すために抗生剤が投与されました。とても人懐っこいバレンティーノは、病院のスタッフにも喉をゴロゴロ鳴らしてご挨拶。近所の親切な人のおかげで、より良い暮らしを手に入れる。チャンスを与えられたバレンティーノ。今後、バレンティーノの病気が治ったら、新しい里親さん探しが始まります。とっても愛らしいバレンティーノは、すぐに新しい家を見つけ、幸せな時間を過ごしていくことでしょう。とデビーさんは話してくれました。飼い主に置き去りにされるという辛い経験をしましたが、これからは幸せいっぱいに暮らしていけるといいですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。ご感想などお気軽にコメントください。チャンネル登録をお願いします。